エクササイズといえば、寝っ転がってやったり、立ってやったり、うつ伏せでやったり、いろいろあると思いますが、実は四つん這いで行うダイエット効果がすごいんです。今回は全部四つん這いで行いますので、ヨガマットの上でも、ベッドの上でもできます。一緒にチャレンジしてください。まずは四つん這いになっていきましょう。腰を丸めたり、腰を反らしたりしていきます。お腹にしっかり力を入れて、腰を丸めていきましょう。呼吸はリラックスしながら行ってください。お腹を引っ込めながら腰を丸める感じです。後ろを向く感じでウエストを使っていきます。あまりお尻が左右に動かないようにウエストだけを動かしている感じです。今度はかかとをつけながら膝を伸ばしていきます。手から腰までまっすぐにするイメージです。もも裏、ふくらはぎが伸びていればバッチリです。動くペースは合わせてください。お尻を上げた状態で足踏みをしていきます。膝裏を後ろに突き出す感じでふくらはぎをしっかりストレッチしていきましょう。足を後ろに高く上げる感じです。もも裏を上に持ち上げる感じでお尻ともも裏を鍛えていきましょう。動くペースは速くない方がいいです。足を上げた時に1回止めるぐらいのイメージで動かしてください。太ももをお腹につけるイメージで腹筋を使っていきましょう。動くスピードは合わせてください。これも一度太ももを胸につける感じでキープです。息を吐きながら足を抱えてください。四つん這いの状態から足を後ろに伸ばしていきます。できるだけ遠くに足を伸ばすイメージです。足を伸ばしたら一度ストップします。手首が痛い方は少し手の幅を広げてもいいです。斜め上というよりは真後ろに足を伸ばしてください。膝を90度に曲げた状態で足を横に広げていきます。足を広げる際は体が横にぶれないように体をできるだけまっすぐにして足を上げてください。足を上げた時の手の方に力を入れる感じです。後ろに足を伸ばしたら真横に持ってきて戻していきます。足が真横まで来ない方は斜めでもいいです。できるだけ水平に保って足を横に持ってきます。膝を曲げた状態でもも裏を上に持ち上げる感じで足を動かします。あまり腰が反れないように少し腰を丸めた感じで足を動かすとしっかり効きます。高く上げるというよりはもも裏が水平まででいいです。後ろに上げた足を今度は太ももを前に持ってきます。もも裏を使いながら腹筋も使っていきましょう。動くスピードはゆっくりです。太ももを抱えたら少し止まるイメージです。膝を90度に曲げたら左右に足を動かしていきます。今度はちょっとペースを上げていきます。体は横にぶれないように、お尻の横が痛くなってればうまくできてます。肘をついた状態で膝を抱えて、膝を肩に向けて膝を曲げます。真横に上げるというよりは斜め前に上げる感じです。お尻を高く上げながら体の後ろ側をしっかり伸ばしていきます。しっかり下を向きながら背中、お尻、もも裏、ふくらはぎをしっかりストレッチしましょう。今度はもも裏を高く上げていきます。背中をしっかりストレッチしながらお尻ともも裏を使っていきます。足をつくときはかかともしっかりつけることでふくらはぎのストレッチになります。つん這いからお尻を後ろに突き出す感じで、お尻と背中、肩、ストレッチしていきましょう。動くスピードはゆっくりです。腰を丸めた際にしっかり伸びている感覚を作ってください。四つん這いから体を前に持っていって、前もも、お腹、胸をストレッチしていきます。息をしっかり吐きながら体を前に持っていってください。四つん這いの状態から胸を張りながら手を上に上げます。お尻があまり後ろに出ないように、四つん這いを保った状態で上を向けるところまで動いてください。手首をブラブラして手首のストレッチをしましょう。長い時間四つん這いでいましたから手首が少し痛いと思います。少しぐるぐる回しながら力を抜きましょう。胸を張りながら肩を後ろに回していきましょう。四つん這いの状態で肩が疲れてると思います。しっかり肩を回すことで翌日楽になります。しっかり大きく肩を回しましょう。後ろにだけを回していきます。回しながら肩を下にストンと落とす感じで動かしてください。お疲れ様でした。今回のメニュー、足痩せ、ヒップアップ、もも尻、内もものお肉、今の部分が一つでも気になる方は、今回のメニューをルーティンとして毎日行ってください。